あ、そっか、新幹線の切符買えるんか。緑の丸打ちだもんな。そうか。あ、新幹線で、なるほどな。新高岡からそうか、新幹線で行けるのか。一応そういう形で JR 線としては一応つながってはいるんですけどね。とはいえ、在来線はね、完全に分断されてますからね。いや、いい旅だった。そこは月決めらしいですね。まあ、あんま止まってないな、多分。お盆期間とかっていうのもあるとは思います。このプランいいんじゃない？このプランいいんじゃない？氷見観光。これ、即席でやった割にはかなりいいと私は自負ができるぞ。よし。ちょっと中見ていきましょうかね。この辺りとかでも結構古かったしそうだね。どうだろうね。昭和41年。地味なように見えて結構いい期間ですからね。昭和41年と。で、氷見市。レンタルサイクルとかもあるみたいですね。電動で700円。おぉ。あ、高岡氷見で連携してんだ。へへへ。で、島尾駅が、海水浴場とかがあるんですね。なるほどな。あ、こっちまで歩いたらまた良かったんでしょうけど。雨晴れ、あっぱれですね。で、ここのところになんかあるみたいですね。その、道の駅が。で、復帰駅までって感じですね。なるほど。この辺りが、いや、氷見のあれになってますね。さっき横の方行ったから、もうちょっと中の方にあるんですね。万が一、道路の方は。帰りに車で行けそうだったので、ちょっと行ってみましょう。ほぼほぼ乗ったことない。西日本側のやつだもんな、これ。もうね、24機で入場客とか一応しますね。あるな。黒潮くらいか。ああ。そうだな。ああ。前もちろん聞いたことありますけどね。現役で走ってる時とか、ライチョウマン走ってるでしょ。のとはもうな、今のライコン。何か残ってんだ。マホロは一応観光特区に残ってたっけ。え、浜風黒潮、稲葉も残っていく。北近畿はまあ単語鉄道のあのあれに、引き継がれてますね。あの天の畑とか行く今ですから橋立てとかになってる感じのところか。このとこ先もないもんな。役もあるか。L 特急のマークとか懐かしいですね。ね、こんなの。これ、死んだ直後のマークね。ね、昔はね。あったもんね。で、磯川でも。磯川でもないね、今。まあ、出雲が、一応サンライズ出雲って感じで残ってるか。へぇー。多分10分前ぐらいには来るもんね、電車。
上鼻。どうしよう。上鼻ね。はいはいはい。そこでも休めたんだ。よいしょ。この程度、あのスペースとかは転車台とかがあったのかな。こっちの方も十分それぐらいの歴史はありそうですもんね。おなんと、いいタイムで雨降ってきちゃいましたな。おや、雨が降ってきましたな。大丈夫かな、この雨雲大丈夫かな。13時から。お、あと、ギリギリかわせそうですね。まだギリギリ雨雲をかわせてきますね。いや、さすが。いや、すげえわ。で、こっから、和倉温泉のどっちの方なの？こっちの方なの？ここか。七尾市の奥なんだ。遠いね。遠いね。ああ、そうかい、そうかい。あ、そんな距離にあるんだね。というか、結構ギリギリなんだね。頑張ってるよな。和倉温泉の方に、目を向けてみたら、コインパーキングないね。ないねこれは有識自体だね。和倉温泉、そもそも和倉温泉はターミナルにはなってなさそうなんだよな。ん？違う。11時40分。あれ、私は大きな勘違いをしているか。あれ、44分だったよね。君、あ、違う、49分だ。44分は12時44分だ。11時49分に、はい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 、はい。ただワンチャン歩いても、でも雨ちょっと当たったし、いいか。雨だって言って、わって逃げれる距離ですかね。この距離でね、できたあれですけど、あの海岸線歩いてるときに振られたらちょっと嫌ですもんね。49分が、じゃあ今から10分前だから、そろそろ着くかなってことも、あれかな。なるほどね。また。一番乗り場は11時49分発です。7号駅前に駐車場があるみたいなので、ね、7号駅前の駐車場を止めて、7号から和倉温泉だけ一駅乗って帰ってくるか。それかもう和倉温泉駅前つけちゃうかね。多分ターミナル要素ないでしょうからね、この駅。おう、結構乗ってる。駅ってどう？